じゃあ、いきます。はい。もし自分が総理大臣になったら何をする？総理大臣になったら、祝日増やします。おお。なんでなんでなんで？全く仕事しない日は作りたいかなっていう。週休を増やすってことね。はい。なんか日本って働きすぎって言うじゃないですか、よく。その詳しい情報とかわかんないけど、やっぱ働きすぎなのかなっていうことで、まあもっと休もうよっていう。素晴らしい。ちなみにこれもあの川澄奈穂美が日本の大統領になったっていう あれめちゃくちゃ面白いから見て。この話も出てるから。それあのストーリーとかで見てたんですけど、ちょっと見ます。あのこれはでもでもフルバージョンでまだ出してないの。ああ、でもこれから出るから。あ、わかりました。楽しみにしてて。はい、次いきます。もし魔法が使えるとしたら、どんな魔法で何をしたい？瞬間移動がいいです。いいよな、どこでもドアとかな、そういう。はい、移動時間嫌なんで。どこに行きたいってパッと出てきた？やっぱ海外が浮かんじゃいました。でも飛行機機体なんで、うん、アメリカ行くとかにしても、じゃあ十何時間フライトでとかあるのが嫌なんで、パッと行けたら海外旅行とかも好きになるんじゃないかなみたいな。あんま好きじゃないタイプなんで。そうなんや。飛行機嫌なんですよね、自分。いやー、わかんねえ、それ。国内とかはまだ許せます、大丈夫。韓国なんて1時間で着く。韓国めっちゃ近いんですよね。実家帰るより近いと思うんですけど、多分。確かに。多分、はい。そしたらもうキラッと海外旅行行けるやん。韓国からですね。じゃあまずまずは近場から行こう。はい、ぜひ遊びに来て。はい。次行きます。無人島に一つだけ持っていけるとしたら何を持っていく？なんか浄水器みたいな。だってこれは初めて。なんか水が一番大事そうかなって。だから食料とかは頑張れば取れそうだし、水あればなんかちょっとは生き残れるかな、多分。なるほど。でもどっちかといったら直子よりやな。まあそうだね。そうなんですか。うん、あの実用的派。他なんか、どういうのがいるんですか？まあ人やんな、人。あー、人いいんだ。人もいいよ。人がよかった。あ、人がよかった。人の方がなんかその考えがいろんなのが出てきそうで。そう人がよかった。浄水器が言っちゃった。じゃあしおりは、まあ人と浄水器選べるのはどっちにする？人かもしれないです。でもなんか人にしちゃうと、また食料が2倍になったり、水も2倍になったりとか難しいですね。もうその考えの時点で実用的だよ。うん、確かに。でももうこの文章を読まれて人っていう発想になる時点でもう違うっていう。あ、確かに。って思い浮かばなかったです。物ばっかり。で、はい、でこっち派やん、こっち派。あ、より？ちなみに、キンガさんも人やから。キンガさん人か。言いづらいよね、キンガさん来るとね。キンガさんこっちやから。あ、キンガさんなんか道具かと思いました。ね、実はちゃうかって。うわー、やられた。はい、次。自分自身のことを変えるなら何を変える？いっぱいあるな。やっぱ性格。うーん、どういうとこ根本じゃん。でやっぱ気分屋だし、あんまり貪欲じゃないっていうか、結局上に行く人ってものすごいストイックで、なんかもう別に誰に嫌われてもいいぐらいの、自分は自分っていうのを持ってる人がやっぱり上に行くなっていうのは自分でも分かってるけど、いや自分はなんかそれを一歩引いてみちゃうっていうか、割といつも多数派に動くタイプだから、そこ変わってみたいというか、変われるんだと思うんですけど、結局気持ちで。けどなんかいつも引っかかっちゃう、なんかこの人気にしてるかもとか思っちゃうタイプなんで、そこ変えたいなと思います。にゃこやん、にゃこ。もうほぼうちだね。本当ですか？うん。でも気にしない見えられがちじゃないですか、うん、そういう人って。うん。だからなんか自分もそういうの考えてると思わなかったって言われるのが多いんですけど、なんか変なとこで気にしちゃうっていうか、なんでそんなとこ気にしてんのみたいなことを気にしちゃって疲れる。だからアスナとかさ、かっこいいなって思わない？思います。ちょっと何があって本人わかんないじゃん。はい、こっちからしたらすごいんだよね、それが。ほんとすごいです。そんなに人のことを考えれるのがすごいです。いや、なんか考えてるってよりは結局自分本位になっちゃってます。この人のこと考えてるけど、結局は自分のこと考えちゃってるじゃんみたいな。自分はマジで一緒です。いや、すごいな。めっちゃ一緒だね。本当一緒だよね。すごいな、ほんま。嫌われたくないっていう、自分を守りたいっていう。あ、そうです。で、なんか、人からしたら、なんか、いいように見えてるけど、なんか、その、周りのこと見えてるみたいな。でも、なんか、そういう、結局、自分だからな、みたいな、変な気持ちになっちゃいます、そこは。
すごいねんけど。で2点で2人。嬉しい。え、あのほらキャプテンのさあの話も終わったやんさっき。ああ。やったやん2人。もうなんか自分がキャプテンしてるのは申し訳ないみたいな気持ちでやってたから最初。ああ。他にいるのにみたいな。それはでもなんかなんで自分なんだろうって思うことはめっちゃありました。でもそこは違う気がする。やっぱなんか経験もしてるし、やっぱなんか自分がやらなきゃっていう自覚もすごいありそうだから、うん、大丈夫。うちはそれがなかったからもうやられちゃったから。やられちゃった。もうメンタルやられちゃったから。え、でもザ・キャプテンってイメージあります。やろう。はい。そずらはね。いや、でもそうやって見せれるってかっこいいですね、やっぱり。いや、見せれるよ、絶対。いやいやいや、自分なんかもうなんかおちゃらけちゃってるんで、ダメです。いや、うちもだいぶおちゃらけてるよ、寝ます。うん、だいぶ。え、でも見えへんやん、そういう風に。え、全然見えないです。え、でもめっちゃ真面目な人だと思ってました。めっちゃ言われんだよね。そつまんなくないうち。え、なんか本当にめっちゃ真面目で、で、なんか本当に曲がったこと嫌いみたいな。九州男児みたいな人じゃん。だから練習した時びっくりしました。ふざけてでね、はい、めっちゃ面白くてなんかめっちゃ怖かったのに。面白かったらアスナには勝てると思う。でもゆいさんが言ってたんですよ、たくさんマジ面白すぎるみたいな、うん、でもそれはあの短い間でも分かりました。よかった、ありがとうございます。いいんですか、いきますよ、はい。神戸のおすすめスポットは、今ちょうどポートタワーが工事中なんで、美味しいご飯屋さんが多いっていうのがおすすめかなって思います。なんかスポットってよりはどこでも美味しい。じゃあ特に何が最近ハマってるのは、三宮に新しくできた、まあ、パンケーキなんですけど、そのお惣菜とか系のパンケーキ、デザートとかが乗ってるんじゃなくて、アボカドとかサーモンとかフレンチトーストみたいな、それうわ名前忘れちゃった。でも三宮にあるんですよね。できたよ新しく。はい、また教えてな。 それは今度食べに行くから、神戸行った時。あ、ほんと、おね、一緒にお願いします。一緒に行こう。あ、はい、いいね。オッケー。そういうところが可愛いよね。一緒に行きたいですって言えるところ、これマジ大事だと思う。え、一緒に行きたいですって言われなくても一緒に行こうって言うで。まあ、明日はそうだけど、でも後輩から言ってくれるの嬉しくない？最高。可愛がられる後輩だね、それは。お願いします。そういうのはどんどん言った方がいいでしょう。うん、はい。次は部屋にある一番お気に入りのものは。え、部屋にある、いやいや、普通にしないで、普通にしないで。まず突っ込んであげて、あれダメな、甘やかしちゃ。なんか結局何を言いたいんだろうなってだんだん分かってきたんですけど、なんかずっと甘やかさないよ。すいません。いいよ、はい。お気に入りのものはこれですかね。やっぱ持ってきてくれねえな、みんな優しい。あ、知ってる。大きかったらもっと高いんですよ、めちゃくちゃ。わかんで、わかんで。チームメイトでさ、それさ、めちゃくちゃ集めてる子おんねやんか。いや、これなんか可愛いんですよね。うん、なんやっけ。でなんか今から集めたいなと思ってたんですけど、うん、まだ1体しかいないです。それさ、少ない。こんなちっちゃいやつからさ、あ、そうです、それぐらいのやつから、本当に腰ぐらいまでだっていうか。そう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 。ほんまに集める気ある？え、本当に結構めっちゃ見てます。おお。高いよねそれ。高い。ですよ。なんかこう置、うん、物なのに。うん。わかる。でも可愛いねんな。え、そう。一体じゃ可哀想なんです、なんか。ね。わかる。しかもさ、なんかキャラクターとコラボしてるやつもない？ありますあります。あれマトリックスでした。さっきのやつは。ああ、なんかかっこよかった。でもコラボしてたら高いんですよね。あ、もっとだろうね。2年目ぐらいの時にさ、こっち来てチームメイトにさ、はい、それさ6体ぐらい頼まれて。え、やばい、やばい、やばくないですか。結構でかい、こんぐらいの6体ぐらい頼まれて。2万いかないぐらいですよね多分。いや、うん、そんぐらいした。普通に5、6千円の気がする。全部で7万ぐらいした気がする。え、でも韓国多いらしいよ。探しに行こうかな。あんまないんですよ、ね、何か日本で買った方が安いって言われて。あ、そうなんですか。え、だから日本で買ってきて、こう6体ぐらい頼まれて買って。こういうこと。めっちゃ荷物やったしな。ほんと結構でかくないですかあれ。いや、でかすぎやろ、こんぐらいだけど。6体、そういう話。そういう話。はい、次いきます。はい。はい、ちょっとここから恋愛モード入ります。はい。好きなタイプ、好きな仕草は、まあ、怒る人は嫌です。優しい人、結局優しい、面白い人がいいです。なんか波長が合う人がいい。あ、大事やな、フィーリング。はい。仕草はなんか長袖腕まくってる人がいいです。とかサッカー選手やったら長袖の選手がいいです。
かっこいい。そうなん。なんか上手い人とかなんかそういうテクニシャン系の人ってなんか長袖多くてなんかイメージが。確かに。テクニシャンが好きなのね。でも自分は長袖着れないんですよ。暑くて。わかる。うちらいつも半袖やんな。冬でも。はい。そう。だから憧れっていうだしかっこいいしみたいな。それありました。なるほどね。面白い。うん。オッケー。次いきます。はい。憧れのデートプランは？朝からは無理なんで、昼からランチからでかよくて、すごい王道のコースとか張り切るのはちょっとあんま好きじゃないんで、ゆったり系がいいです。京都とかがいいです。なんかただ歩いて食べ歩きしてとかそういう系がいいです。なんかバチバチに決まってるやつはちょっとなんか気まずい。そうだね、気まずいや。よくあるのかな、ドライブして水族館行ってとか、決まりすぎててもなんかちょっと嫌だなって思うのあります。その行き当たりばったりが好き、うん、あ、じゃあ京都に行ってもこの店でご飯食べてとかも決めないで、この店入ろうみたいな。あ、はい。でそれでなんかいいとこだったら決まってないのに楽しめるからいいなみたいな、うん、じゃあ例えばデートの時とかもさ、ご飯屋さんとか調べずに行く、なんか知らん土地に行ってもてか、もうマップ得意じゃなくて自分だから、そのいい店があったっていうのはあるんですけど、そこにたどり着けるのは結構あんま自信ないんですよ。確かに自分で行きたい店はあっても途中でいい店とかあったら入っちゃう。あ、ここうまそうみたいな感じ。あ、はい。で入って全然失敗とかもあります。へー、すごい。だけどそういうのも楽しめる方がいいなみたいな。予定は全部決まってて、絶対こことか硬いのはあんま好きじゃないです。なるほどなるほど、柔軟にね。はい、いいねいいね。はい、ほな次、愛とお金どっち派？それ結構究極ですよね。何、究極やね。今は、お金で。おるおる、お金の人もおったで。そう、昔は本当に好きな人だったら何でもって思ってたんですけど、生活できなくなったら元も子もないかなみたいなのは思ってきました。難しいでな、はい。かといってなんかお金で選ぶ恋はやってる。だからある程度あるならやっぱもちろん愛がいいけど、全くない人をめっちゃ好きになる自分ってどうなんだろうと思っちゃう時あります。あー、なるほどね。深いね、はい。ま、今のところお金ってことね。はい。ほなお金で、うん、お金。はい。ほなついに来ました、30問目ラスト。お、いきます。はい。10年後何してる？サッカーしてると思います。素晴らしい。できそう。するためになんかもがいてるのかなみたいな。すごいバリバリで活躍してる今の岩瀬さんだったり、子供産んでとかもすごいじゃないですか。だしベテランの選手で安藤さんも活躍してるのすごいとか思うんですけど、自分はなんかそういう部類には入れなそうって思うけど、サッカーはやってそうと思います。うん、ポジション的にもだし、なんかもともとじゃあすごいフィジカルを使ってっていう感じでもないから、またいろんなことを考えながらやって、それで出れる方法を探しながらやるのかなみたいな、それは思います。しおりならできるよ絶対。じゃあ10年後楽しみにしてるわ。はい、ありがとうございます。あとリカとの対戦も楽しみにしてるわ。うん、お願いします。ほんでオーラスやねんけど、この A チャンネルの視聴者の皆さんへメッセージもらえる？エースチャンネルをご覧の皆さん、これからは WE リーグと韓国のリーグ、アスナさんと桜本さんがいるリーグと同じぐらい WE リーグの応援もよろしくお願いします。ぜひ試合見に来てください。今日はありがとうございました。ありがとう。ありがとうございます。桜本さんやめて。それな、練習参加行った時もそうだったよね。自分がアイナが入った時から桜本さんっていうイメージが強くて、ジェフの桜本さん、ジェフの桜本さん、ジェフのイメージやからな、もうそうだね、強いでな。はい、ジェフと言ったら桜本さん。怖い桜本さん、真面目な。怖いさ、こそやめてくれ。マジでちゃうからな。なんて呼んだらいいですか？あー、ナオコ、ニャコ、ナオコさん、ナオコさん。ナオコさんはなんかちょっと変じゃないですか？大丈夫ですか？サクさん。いいよ。あ、わかりました。これから多分1年後ぐらいに聞いたらまた桜本さんになってると思う。いや一回許可もらったらなんか生意気じゃないですか。練習参加の時も言ったじゃん。でもなんかちょっとやっぱまだその時は桜本さんの方が言いやすくて。あ、そうなんだ。しかもさ、しおりさ、アスナのこともアスナさんって言ってるやん。アスナさんの時とアッスの時あります。それがアッスでいいから。じゃあこれからアッスと桜
ックさんで、うん、バッチリこきあげだから、うちら敬語ないから。あ、すごいっすよね、それ。そうやで、絶対無理だ。なあなあ、どうやった今日の質問。え、めっちゃ楽しかったんですけど。え、よかった。え、私やっぱ考えない、うん、言った方が、うん、本当の答えな気がします。あ、それわかる、それわかる。だ、用意してたら全然違ったと思います。確かに、やっぱこれからも見せへん方がいいかもな。確かに。でも見せてほしいっていう人もいるじゃん。あ、確かに。リカ見せてほしいって言ったもん。リカ絶対カッコつけましたよ。リカ絶対あの自分のいいとこあれありましたよ、絶対。結構ダサかった。しおりの前の週リカ出るから。あ、わかりました、楽しみにしてて。結構もう最初からね、もうダサいよね。うん、ダサい。やばい、ダサいんだ。だいぶダサい。ちょっと待って、楽しみにしてて。うん、楽しみにしてて、うん、はい、わかりました。結構やってくれたから楽しみにしてきます。